で、えー、今月のフォクシーミュージックなんですけども、えー、ブーラドリーズのウェイクアップブーという曲です。このブーラドリーズってバンド名にもすでにブー入ってるのに、また。<laughs> また楽曲の中でブーが入ってるっていう <laughs>。 何、ねうん、か意味あるのかなわかんないんですけどもこの曲はですね、えー、95年に、えー、最初リリースされまして UK 出身のリバプールですね場所でいうとそこの出身のバンドなんですけどもうんと当時だったらフジ、えー、テレビの 番組で確かね日曜の夜8時だったと思うんですけども「ハッピーバースデー」っていうなんか番組があってここをこのが司会してたんですがそれの、えー、主題歌でした <laughs> だ「誰も見てないだろうけどな <laughs> <あの> <laughs> 私この曲好きだったんでああ番組で使われてる」とかって思ってたんでまあ 番,番組時代はたまに見てるくらいだったんですけどえっ、ー、とですね「ブラドリーズ」そもそもの出会いは、えー、まあ私はあのまたいつものごとくよく出てくる「アム村時代」というのがありましてアム村時代がその遊んでたの94年五5年なんですけどもその時にやっぱりあのそ当時の世相が UK ポップブラとかオアシスとかガンガン来てる時だったんで。 やっぱりイベントとかやっても大体 UK ポップ入れるとギターポップですねギターポップ入れると客が集まるみたいな感じがあった時なんですねその時にまああのそうですねこのブ・ラズリーズしかり他にメンズウェアですとかえっ、ー、とスーパーグラスとかもねありましたね。そううだこのスススーーーパーグラス、えー、今もなないかなシココであのレコード 買ったんですけど、えー、となんかその当時の今風のやつをちょっと買ってみようとか思って私ずっと高校の時からあの70年代終わりとか80年代のシングルとか2300円のやつばっかり買ってたんでちょっと今回は今風のやつを買ってみようと思って買ったのがスーパーグラスとこのえブーラドリーズのやつだったんですけど思い出すな。ちなみにねこれ、まあ スーパーパグラスのやつに7インチ版が付録で付いててそれ地味編のカバーしてるやつなんですけどあのレコードの真ん中の何でしょうレーベルシールっつうかあれ逆にな貼ってあるから <laughs> 最初分かんなくってあ A 面の曲はこういう曲なんだなって思ったら後でよくよく調べたらテレコンになってたっててたいうね <laughs> そんなたまにはありますわそういう間違いも。<laughs> えっと、この曲をこう、えー、テープでよくあの当時あったんですよね自分のセレクトで、えー、好きな曲とかちょっと最新のやつとか入れてミックステープみたいなのも自分で60分とか80分とか作ってやってたりとかそういうのがあったんですけど、えー、っとこの曲に関しては、えーっとですね、大阪時代で今も歌謡曲ナイトでロケッツで。 回してる人なんですけどジーンさんって人がいてその人と新どもさんもかな一緒にやってたかな,なんかあのイベントがロケ地でやってたのでそれの「ユけもンのイベントのまあ予習テープじゃないですけどそういうのが配られてたので「歌謡曲ナイトで」<laughs> でもらって入ってったのがこのブラドリーズのウェイクアップブーだったということなんですけどもえー、これね私あの。 携帯の実は着メロ何年経っても機種を変えてもこの「ウェイクアップブー」を必ず入れてるっていうぐらいなんでしょうねあのとても私結構マイナーコードの曲が好きなんですけどこれに関してはメジャーコードのとてもあの元気になれる曲ちょっとなんか夏の終わりの寂しさもなんとなく あるようなそういういところもあるんですよね曲の中にで私が本当は欲しいところは着メロではないんですよねサビのところが欲しいのにいつも出だしのところから <laughs> 着信音なんかそればっかりだからちょっとねあのサビのとこだけ着信音やってる着メロサイトとかあったら逆に教えていただきたいってところではあるんですけども。 この曲うちのお姉ちゃんも好きで基本的にうちの姉は音楽の趣味とか全然違っててなんつうかこうサザンのライブに行っちゃうとか <laughs> そういう感じの人えー、まあ、まあ、お姉ちゃんのおかげで私はあの基本的な長渕とかユーミンとか自分で開拓しなくてもこう。 ベースを知ることができたんで、ありがたい存在ではあるんですけど、姉、ね。<laughs> でも、うちのお姉ちゃん、時々、私と楽曲の趣味がシンクロする時があって、このブラアドリーズはいいっつってましたね。それで、お姉ちゃん、結婚式の入場曲で <laughs> これ使ってて、でそう当時はあの何年前かな？もう七、八年とか前になるんですけど、パソコンもまだ私持ってなくて、今だったら。 えっと名前何だっけなインターフェースだ名前あエディロールのインターフェース私今持ってるんですけどそれを間にかませてレコードの音を PC に入れたりとかって今だとできるけど当時できないからお姉ちゃんにちょっとこの「ウェイクアップ部」を結婚式で使いたいけど曲がないと。<laughs> CD でないかってて言われて いやーうちはレコードしかないからちょっと蔦屋に行ってもらえるかなみたいな感じで大阪の中のでかい伝えに行ってやっと見つけたみたいなことはそんなエピソード話もありましたけどね2002年とかですかね私はまだパソコン持ってませんでした2004年ぐらいに買ったんでそうまだねうちのレコードたちはあの パソコン化されてなくて <laughs>、いっぱいあるんです。もうそれを言ってしまえば、あの資料という名のビデオテープ、当時のバンドブームの時代のやつとか、もう大量に余ってるんで、それもなんとかしないといけないんですけど。でも、これちょっと、でもね、レコードたまに聞くんですけど、やっぱし <laughs>、一発目にこれ、ブー・ブラドリーズ・ウェイクアップ・ブー、英名入ってるんですが、 まあ大体それ <laughs> 聞いて終わっちゃうような節もありやっぱりまあさすが一発屋と言われるだけもありますかねわかんないけどただですねあのうーんファンの方ではこの曲の前に「キングサイズ」っていう曲があってそれがすごく好きだっていう名作だっていう人もいますしあとはまあこの ね、バンドアルバムごとになんか楽曲の雰囲気が違うとかも噂されてるようでそのキングサイズファンからすると「ウェイクアップブーは」はいやまあとってもハッピーな曲だけどもみたいな意見もちょっとあったりするらしいです。今ちょうどねあよかった中のところに珍しく洋番の割には歌詞がちゃんと書いてあるんですけども「えー、サマーズ・コーン」。 デイスペンドウィズザグラサンドさん。えー、っと。<laughs> 夏は行ってしまった?。えー。グラスだから、あれですよね、草原、まあ、草。草原と太陽の。香りと一緒に。過ごしたねみたいなこと。を <laughs> 書いてあるんですけど、冒頭から。これ。まあ、でも、わかりやすい英語じゃないかなと思ってて。 このあカラオケはあるんでしょうかねちょっと分かんないんですけどあったらちょっと歌いたいかなハモったりなんかしていいかもしんないですね、まあ、でも本当にあのギターポップほんと当時すごい人気で、えーまあ、大阪だったら今もあるのかどうか分かんないんですけど梅田に梅田の高架下に。 クラブダウンってところがあってそれは、D「DOWN」w N、じゃなくて「DAWN、えー」D A w N、って書くんですけどそこのパブリックカフェっていう毎週あいや土曜日えー、第2土曜かなた確かなんか土曜日だったんですけどそこのイベントとかも毎回人が入ってて、えー、某お笑い芸人なんかも、えー、来ててナンパして。 持ち帰ってる現場とかもちろ見たことあるんですけど <laughs>、もうあの鶴の物まね、顔まねなんかしちゃってる人ですね。大体わかるかな。<laughs> そんな現場も見たりとかしましたし、特にやっぱり、うん、大阪の方が根強かったかも。東京だとこの時期だったらもうえー、まあギターポップと同時にあのそうですね、トラットリアとかあの辺の ちょっと小山田圭吾が噛んでる感じの音楽とかが入ってきてたりとかピチカートとかあの辺の世代ですよねちょっとおしゃれな渋谷系みたいなのも入ってたんですけどまあ何分関西なんで <laughs> 好きなものは好きパンクも同時に流すよみたいな雰囲気があったんですがそういえば友達それもギターポップを回す友達が あ年末にこれかけてましたねブラドリーズウェイカップ部すごくテンションが上がった覚えがありますこの年をまたいでの <laughs> ブラドリーズっていう今ねこれまあ YouTube で検索していただいても全然出るんですけども、うん、結構私の中では一発屋とはいえ名曲なんかハッピーになれる曲なので 元気がない時とかちょっと今の時期聞いていただければいいんじゃないかななんて思います。